吉田さん、どうですかね。私も自分の経営している会社を放棄して今の暮らしに入りました。姉妹には隠居暮らしで配当利回りで暮らしてるわけですよね。いや、40歳まではこんな未来がもう1ミリも想像できなかったですよ。今48ですけど、43ぐらいにビジネスが一生の私の宝物だと思ったんですけども、その頃の思い込みすらあと2年で消えてですね、45歳の時には投資こそが人生を開花させるというふうな形だったんですよね。で、私ね、労働者だった時に、なんでね、働いてものすごく時間と労力を費やして、月にね、20万、30万、生涯賃金2億3億みたいなレベルなんだと思ったんですよ。それに引き換え投資家っていうのは労働しないんですよね。お金をどこに置くかを決めてるだけで、労働とはかけ離れた利益と自由な時間を手にするわけですよ。で、すごく妬んでましたね。投資家なんてのはインチキだ、虚業だと思ってね。でも自分が実際にそっちの方に行ってみると、投資をせずにどうやって暇になるんだと思いましたよね。だって商品作ったり集客したりセールしたりっていうのは、それこそね、もう365日24時間思いを込めないともう実現しないですよ。いや、思いを込めても実現しない人がほとんどなんですよ。だからね、投資の世界に飛びつけたわけじゃないですよ。やっぱり少なくともビジネスはマスターしないと投資の世界でもっと難しいですから、コテンパンにやられちゃうと思います、でもどうですかね、吉田さん。私の姿を見て、そして吉田さんも今こうやって鹿児島で一人でやってらっしゃる環境としてすごく似てるんですよ。組織を離れて個人の力でやっている、そして個人でもできるんだよっていう発信を続けてるわけですよね。で、私は吉谷さんの動画もう両方重ねて見てらっしゃる方もいると思いますけども、特にこの億万長者合宿についてはね、どうですかね、これでもまだ一人でやって自由が勝ち取れるって思えないのかなってことなんですよ。で、私もね、なんか特に優秀な人間だとは思わないですよ。麻雀ってんですよ。よく派遣切りとかね、問題になってますけども、私は30代のこの10年間ね、派遣会社に何回面接行っても一社も通らなかった自分ですよ。派遣会社お呼びじゃないよと。私はもうね、使い捨てでもいいから派遣会社で勤めさせてください。それでもダメだったんですよ。そんなビジネスの世界では労働者として全くお呼びなかった私は今こうしてるわけなんですよ。だから当時ね、私ね、正社員の人どんだけ羨ましいと思った方を知らないですよ。でも今は羨ましいと思わないですまだ正社員やってんのみたいに思うかもしれません。当時私がビジネスを始めた頃に正社員をやってた方を見たら、今、いや、正社員やってたら多分この暮らしにはたどり着かないと。いつになったら自由になるの、定年退職終わった時みたいな。でも65歳で定年退職迎えても、70歳とか75歳まで働かないと生涯賃金が稼げないわけじゃないですか、現実。それでもなんか老後2000万とかで足りないとかいう試算が出るわけですよね。いや、なんでだろうなと。すごいきついですよ、そういうの、私はね、私は今人生に振り返ってすごく良かったなと思います。この暮らしが今日失われてももう本当にいい思いさせてもらったら十分だと思いますね。で、あとすごくいい人生なんで、これを手放したくないんで、やることはやりますけどね。吉田さん、なんかね、会社に残ってやることあるんじゃないですかって言われたのは確かにそうなんですけども、残ってやることと離れてやることとどっちが重いかっていうと、離れてやることの方が絶対多かったと思いますよ。だって自分のビジネスを一人でやるってことは自分の人生そのものへの挑戦じゃないですか。でもどっかの会社にいるってことは誰かの人生の脇役としてのお手伝いですからね。そこでいくら何かをやり遂げても自分の人生の実現ではないわけですよ。ということでね、私はね、吉谷さんの選択を本当に支持しますね。当時もやっぱり吉谷さんやったかみたいな感じですよね。よくやったみたいなね、偉そうに言う、そんな感じです。反面まんまいても結構良かったんじゃないかなと思いますけども、こうやって時間が経ってみたら大正解だったですね。大正解。いってらっしゃい。